日本兵庫県神戸市中央区元町通り。元町通りは、兵庫県神戸市中央区の町名の一つで、区の西南部、都心部の商業地である。一丁目から七丁目まである。元町通りは、東西 1.2km にわたる神戸、元町商店街の横断する、元町地域の中心をなす、町日の都である。元町とは、神戸の中でも、 西国街道に沿った元々の街であったことを意味し、かつての街道沿いが現在の商店街となっている。元町は港と鉄道とを結ぶ最短距離にあり、外国人居留地とも隣接していたため、明治初期から地の利を得て商店街として発展した。商店街の東西にデパートが立地するようになり、大正から昭和初期にかけて元町が 神戸の中心商業地としての最盛期を迎えた。神戸の元町は、東京の銀座や大阪の震災橋筋と並び称され、銀座の銀、ブラに対し、元ブラという言葉が生まれるほどの有名な異国情緒、あふれる商店街であった。しかし戦後は、市役所の移転に伴い、三宮に、 神戸の商業の革新としての座を奪われることとなり、デパートも元町通り内から撤退した。元町通りの南東部、一丁目及び二丁目の南側は中華街として有名な南京町の一部となっている。南京町は居留地に住むことが認められなかった。中国人が居留地の近くに住んだことを起源としており、戦災により衰退したが、 日中国交正常化後に復興が進められた。橋宇ど神社南京町広場6丁目アーケードのモニュメントロドニー号。1868年1月1日に神戸開港を祝い祝法を挙げた英国観戦の機関ロドニー号を片切った。元町通りは神戸市中央区の南西部にあり、事務所ビルや商店、飲食店の立ち並ぶ都心部の商業地である。 東西に長い領域となっていて、東から順に1から7丁目があり、住居表示は実施済み。用途地域としては全域が商業地域である。東は三宮町に、南東は赤石町に、南は栄町通りに、南西は相生町に、西から北にかけては元町高架2にそれぞれ隣接する。1から6丁目にかけて東西に、 神戸元町商店街の 1.2km にわたるアーケードが伸びており、ここには創業100年を超える老舗の数々や最新の流行を取り入れた店、多くを占めるアパレル関係や、中には日本一開示図書を揃える本屋や日本唯一の会員制服の専門店などの特徴的な店、合わせて300店ほどが軒を並べる。この商店街のある道は、 西国街道であり、元町本通りと名付けられている。また、南北の道路は、2丁目と3丁目の間が、元町パークロード、3丁目と4丁目の間が、タワーロード、4丁目と5丁目の間が、マリンロード、5丁目と6丁目の間が、メールロードと名付けられている。一二丁目の南側は、南隣の栄町通り一丁目の北側とともに、南京町と呼ばれる。 中華街となっている。北側にある東西方向の道路兵庫県剣道21号神戸、赤市線の地下を北東から南西へ、神戸高速鉄道が阪神電鉄と相互乗り入れして走っており、一丁目から二丁目にかけての地下には、阪神元町駅と接続された元町駅地下街がある。一丁目に神戸プラザホテル、南京町広場、神戸元町郵便局が、 二丁目に、阪神元町駅が三丁目に、元町通行番、パルパローレビル、ウィンズ神戸が四丁目に、神戸町づくり会館が五丁目に、橋浦神社が六丁目に元町滝公園、神戸高速鉄道西元町駅がそれぞれある。元町通りは明治七年に、神戸町の内大手町、浜の町、札場町、松屋町、中野町、西野町、 城下町、東本町、市場町、西本町、八幡町の各一部から新設され、当初は神戸元町通りといった。はじめは神戸町の町名であり、明治12年から神戸区、明治22年から神戸市に属した。昭和6年からは神戸市神戸区の町名となり、干渉の神戸を取って元町通りに名称を変更した。 昭和20年から神戸市行田区、昭和55年からは神戸市中央区に属している。当初は6丁目までしかなく、明治27年に神戸宇治屋町の一部を編入し7丁目を新設した。昭和55年には栄江町通り1から7丁目と境界を変更した。元からの町、明治新開港当時関門跡の石踏み。 元町という地名は元からの町場であることに由来する。現在の元町通りにあたる地域は江戸時代の西国街道が通っていた場所であり、兵庫津に隣接する日は屋村及び橋宇ど村に相当する。当時の道幅は2から3軒法暦年間頃の皇帝期にはすでに三宮神社宇治川間は街道の両側にびっしりと張り付いて描かれている。 幕府が外国人居留地を設けた時に、密貿易を防ぐために設けられた14の関門の、うち、最も重視された西関門は、地内の西部、6丁目の後の初代三越神戸店、ホテルシェレナの位置にあった。村内の町で、現在の元町通りの領域のものは、東から順に大手町、浜の町、札場町、松屋町、中市町、西の町、 城下町、東本町、四条町、西本町、八幡町と名付けられた。日茶屋、橋うど、神戸の参加村が合併して、神戸町となったのは明治元年のことで、それぞれの町は神戸八幡町のように、神戸を冠されて呼ばれた。これらの町名は、明治5年に正式な町名となったが、明治7年に元町通りとなって、以前の古い町名はなくなった。 元町商店街の流行を元町に入る。これぞ、市内繁華の中心にして、大小の商店イラカを接し、店頭の装飾、美観を極む、神戸名称案内機、明治7年に、神戸大阪間の東海道本線が開通し、一丁目付近の北隣に、三宮駅が開設されたことにより、元町通りは、神戸港と鉄道を最短距離で結ぶ接点として、栄え、 商店街として、地の利を得ることとなり、神戸駅から、三宮駅に沿っての西国街道沿いには、和洋の物品を販売する通りが形成された。元町通りの一丁目から六丁目までは、洋服店、写真館、洋菓子店などが軒を並べた。明治15年の商店の名簿、豪商新平港の先駆けより、方向道。同書には西洋薬種、西洋薬所、西洋単物、打者、 ケット、インド産、コーヒー、西洋酒問屋などが記されており、外国人居留地の西に接続した位置にある元町には、外国人と神戸市民のショッピング街として開口場、特有の商店街が発達した。元町商店街には、この頃からの老舗も多く立地している。明治8年に神戸の銘菓として知られる河原せんべいの元祖である亀井銅層本店が創業した。 また、明治16年には、日本人初の洋服商として、初代、柴田乙吉が3丁目に、柴田乙吉洋服店を開業。彼は、日本人最初のテーラーであり、明治天皇や初代兵庫県知事であった、伊藤博文の服も仕立てた。柴田乙吉洋服店は現在でも、元町商店街内で営業を続けている。また、明治10年頃から、 南京町と呼ばれるようになった東部から栄町通り一丁目の一帯には、開港後に非常薬国であるとの理由で、居留地内に居住することが許されなかった、新国人が居留地の近辺に居住することを求めて移り住んだ。明治7年、神戸市販伝習所が三丁目に開設され、明治10年に下山市通り五丁目に移転して、神戸市販学校となった。明治八年、 神戸巡査出張所が開設され、明治12年に、愛い町一丁目に移転。これは、後の生田警察署である。明治8年、八幡社と天神社を合祀して五丁目に、橋宇ど神社が創建。この時代、元町通りには、商業や語学を教える、私塾、学校が、相次いで開かれた。明治11年、神戸商業講習所設置。 明治12年に開設された神戸英語学校と、明治13年に開設された神戸品語学校を、明治15年に併合し、明治16年に神戸下山手通り4丁目に移転、後の兵庫県立神戸商業高等学校である。その後も、明治17年に、英語、ドイツ語を教える基礎な義し修塾や、翌明治18年には同じく英語、 ドイツを教える神戸独英語学校が開設され、明治20年には神戸墓器学校も開校した。また、明治20年には3丁目に神話女学校が開校し、4年後の明治24年に休校、その翌年の明治25年には神戸下山手通り6丁目に移転した。明治20年、道路を5軒に拡幅した。神戸最大の中心商店街へ、明治38年、 1号五福店が愛よ町から五丁目に、明治41年には四丁目に、大丸や五福店も移転してきた。これらに加え、大正14年に六丁目に元町デパートが開業し、翌大正15年には買収されて、三越神戸支店となった。大正6年、四丁目に、神戸市立女子商業学校が開校、大正12年に、楠木町六丁目へと移転した。同校は、 神戸市立振興高校等学校の前身の一つである。大丸神戸店は昭和2年に赤市町へ、15号復店は昭和8年に三宮へ移転していった。昭和11年、阪神電鉄が地下線で延長され三宮、元町間が開通した。自動車の乗り入れを禁じ、東に大丸、西に三越と入り口にそれぞれ百貨店が立地。 その間約1キロメートルの神戸最大の中心商店街として元町商店街は来外者を最も多く吸収した戦前の元町は東京の銀座、大阪の新災橋筋と併称された異国情緒たっぷりの商店街として有名であった。おしゃれな街並みやハイカラな店の揃った元町をカッポすることを銀座の銀、ブラに対し元ブラと言った。大正2年には 万国道路会議への日本の初参加に際し、道路が舗装されていないのは一等国に苔に関わるということで、国内で初めて15五福店前が試験的にアスファルト舗装されて試験道路と呼ばれた。大正15年には名物のスズラン島も作られた。昭和10年の元町通り6丁目、亀井道総本店付近。元町商店街には昭和12年時点で、 約300の事業所が軒を連ねていた。昭和モダニズムのさなか、モボモガがカ歩する元町通りは戦前の前世紀を迎えた。元町商店街は昭和13年の阪神大水害では各店舗が水浸しとなり完全復旧には1ヶ月半を要した。さらに昭和17年には鈴蘭島も戦力増強のため撤去され弾丸となり、 元町通り商店街は大西翼山街と解消された。昭和20年の神戸大空襲では3月に元町通りの東半分南京町が壊滅し、6月に西半分が壊滅し、橋宇ど神社が消失した。大正から昭和初めにかけて最盛期を迎えていた南京町も戦火により中国人が相次いで帰国した。 戦後復興アーケード内に再建されたスズラン島戦後の復興で元町商店街の店舗はジュラル民製となり昭和28年より西側からの日本初の商店街アーケードも整備された。しかし市役所が移転したことで新たに神戸の都心となった東の三宮の商店街に押され気味となり以前ほどの商業中心地としての地位は失われた。 昭和43年、神戸高速鉄道が開通し、西本町駅が開業した。昭和54年、3丁目に、マスヤ株式会社本社、ビル、パルパローレが完成し、そこに、三越神戸店が移転した。初代三越神戸店の跡地には、昭和59年にホテルシェレナが開業した。同ホテルは、結婚式場としても営業し、ピーク時には、年間、 約2000組が挙式した。昭和47年の日中国交正常会以降復興計画が進められた南京町では昭和60年にシンボルである長安門が完成した。平成5年4丁目に神戸町づくり会館が開設された。震災以後平成7年に発生した阪神淡路大震災は元町通りにも被害をもたらした。 六丁目のホテルシェレナも甚大な被害を受け営業を停止。この時欠陥建築であることが発覚。不動産会社とホテルが修繕義務がどちらにあるかをめぐって民事訴訟となり、神戸地裁は平成11年。同ホテルは震災後長らく閉鎖されたまま地域の懸案事項となっていたが、跡地が売却されて学生寮と高層マンションになった。 平成16年に三越神戸店は閉鎖された。三越のあったパルパローレビルはそこに本社を構える。マスヤが複合商業施設としてリニューアルをオープンさせた。平成17年には老朽化した南京町の西の入り口の西楼門を撤去し、地元商店街が震災からの復興のシンボル、西安門に建て替えた。ありがとうございます。